こんにちは、りなです。今日は13回目、新生活が始まる時期ということで、今日は、簡単に作れるお弁当を紹介したいと思います。今日のお手本はこちら、見た目は地味だが実にうまい、作りたくなるお弁当という本なんですけども、これを出しているまやさんという方から今日はレシピを教わりました。これあのサワ弁っていうんですけど、この表紙に載っているやつが、これがなんかたくさんの人が今真似して作ってるみたいなので、今日私もこれを真似して作ってみたいと思います。ということで、今回もまやさんからメッセージをいただいたので読ませていただきます。骨は一つ残らず取り除くのが愛情だ、頑張れ、目をつむり五感を研ぎ澄ませ、指の腹で探せばきっと見える、とのことでした。ありがとうございます。見えるかどうか分かりませんが頑張ります。それではレッツクッキング。では早速作っていきたいと思います。まずはサバの骨を取ります。身の流れに逆らうように取ってみてください。そうすると取りやすいそうです。先ほどメッセージで全部抜くのが愛情だと言われたので、このちっちゃい小骨も全部抜きたいと思います。ない。終わり。続いてですが、サバ弁のポイントとして、まず切ってから焼くっていうのがポイントです。切るときは斜めに切って、綺麗に断面が見えるようにしてください。切ったサバの形を崩さず焼くために、このままアルミホイルの上に乗せて焼きたいと思います。アルミホイルの上に置いたら、その上からアルミホイルをかぶせます。まずは皮面を下にして数分焼きます。その後は、これをひっくり返して皮面を上にして、アルミホイルを剥がして、その皮に焦げ目がつくように焼いてください。では焼いていきます。サバを焼いている間に、サバの下に敷くご飯を作っていきたいと思います。まずは、ご飯に醤油を入れて、次に鰹節、あと桜エビと小松菜の野菜ふりかけを入れます。こんな感じで焼けました。では早速詰めていきます。これはちょっとなんかスタッフが持っていた昔使ってた昭和のお弁当箱らしいんですけど、これを今回は使いたいと思います。まずご飯を詰めていきます。とここご飯を詰めるときは、おかずの分を開けて、こう斜めに角っこを開けながら詰めてください。ではご飯の上にサバを乗せていきます。おいしそう。サバ乗せました。こうはみ出てちょっとダイナミックな感じが、はみ弁のサバ弁って感じ。では次に副菜を詰めていきます。今回はツナップエンドウのからし和えと煮卵を乗せます。これは全部このまやさんの本に書いてあるので、ぜひレシピはこちらでチェックしてください。完成しました。まやさんどうですか？上下逆間違えちゃったんで、皆さんは気をつけてください。では写真を撮っていきたいと思います。さて、サバはインスタ映えするのか。めっちゃ綺麗、緑もピンクもあって、めっちゃカラフルじゃん。サバ映え。今撮った写真はハッシュタグサバ弁とハッシュタグクッキングラムをつけて投稿します。投稿した写真はこのリナインスタご飯のアカウントで投稿しているので、ぜひそちらもチェックしてください。ここでいつもなら私が食べるんですけれども、今日はお弁当ということで、ちょっとインターン仲間を呼んだので、そちらに食べていただきたいと思います。どうも。こんにちは。
ちは。じゃあ食べます。うん、油が乗ってて皮がパリパリで美味しいです。ありがとうございます。いえいえ、あのサバの塩気と混ぜご飯の甘みがすごいマッチして、すごいご飯が進む感じでとても美味しいです。サバ弁はいかがでしたでしょうか。なんか実際作ってみたら普通にサバはもう切って焼くだけで、もうご飯に乗っけるだけで、すごい作り方は簡単で、しかもなんかサバ弁なんか地味ってあの本には書いてあったんですけど、なんか一周回ってもこれすごいインスタ映えだなと思って、なんか周りも黄色緑赤って入ってて、なんかサバがより引き立ってる感じもすごい考えられてるのかなって思いました。皆さんもこの本ぜひチェックしてサバ弁作ってみてください。ということで、YouTube のチャンネル登録とインスタのフォローもお願いします。ということで、また来週、バイバーイ。サバ。